術ポッドキャスト笑うビジネスマン。企業自営出版コンサルなどで何者かになりたいあなたに、巷の売れ線ビジネス書では読めない地道だけど鉄板の裏道ルートをナビゲートする超ブレイク塾のポッドキャスト、笑うビジネスマン。こんにちは。褒めると伸びる、やればできる子、元気な子のあなたをもっと褒めたい、超ブレイク塾主催の西澤和弘です。そしてお相手は褒め方の伝道師、谷口よしこです。はい、ということでいつもよりも100倍聞き惚れるようなボイスが聞こえてまいりましてですね、いつものお相手の、ビジョンコンサルティング別所亮さん、今回はお休みでございます。だからというわけではないのですが、今回から3回連続でスペシャル版としてお送りいたします。ですが裏道をご紹介することには変わりありません。今回の裏道は褒めるです。褒めると一体何がいいのか、どんないいことがあるのか、どこにつながるのか、褒め方の伝道師谷口よしこさんをお迎えしてお話を伺ってまいります。谷口さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃ、谷口さんのプロフィールを簡単に、お伝えしておきますと、コピーライターを経て、現在はプロのコーチ、それから、セルフイメージアップやコミュニケーションスキルのセミナーの講師として、また、ビジネス書の著者として褒め方のルール、自分褒め、まあ、こういった褒め方の本を中心に、著書5冊もねお書きになっているという、しかもちゃんと売れているベストセラー作家と、ね、いうことでございますけれどもね。ありがとうございます。はい、はい、詳しくはですね、超ブレイク塾の、ホームページ、これちょこっとしか載ってないですけどね、または、谷口さんの、公式サイト、BHIVE のホームページご覧になってください。はい、ありがとうございます。はい、ということでですね、まあ、褒めるとねいい気になってですね、叱られるとですね首でも吊ろうかという勢いの私でございますけれどもね、まあ、谷口さんはねもうひたすら褒めてくれるというね、はい、まあ谷口さんの本なんか読むとですね、こんなにねたくさん人の褒めようがあるのかと、はい、あるいは褒め方にしてもね、うん、何種類あるんだよというようなところでね、はい、まあどんだけこの人どういう人生を歩めばこんだけ人褒めれるようになるんだろうなんて思ったんですけどね、うん、なるほど。それでこんなにたくさん私の本に付箋を山盛りつけてくださってるわけですね。そうなんです。ちょっと今日は特盛りで、ええ、これってね無言の褒め方だなって思ったんですよね。いや書いてあることそのままやっただけですけどね。え、あれ そんなことです。書いてました付箋貼りましょうってそれ書いてないですかそれでもいいですよね。うん、ところでですね、はい、まあ、谷口さんといえば、まあ、褒め方の伝道師というね、はい、なんか、うん、褒め教の教祖かみたいなですねなんかすごい、はい、キャッチフレーズついておられますけれども、ね、はい、これ具体的にはどんな、うん、あれなんですか。うんとですね、まあ、実はこんな風に、まあ、褒め方の伝道師とか言ってる割にですね、ええ、35歳まで人間関係作りが非常に不得意な人間でございました。あら、私コミュニケーションが苦手だったんですけど、いわゆる無口で人見知りをするタイプの苦手な人ではなかったんですね。あ、そうなんですか。はい、でおそらくこういう誤解してる方多いと思うんですけど、喋ってなんぼ笑いとってなんぼ、自分がどれだけすごいねんみたいなのをアピールしたがるタイプの人間だったんです、うん、おうざいですよねめっちゃうざいですよねだから人に関心がなくて、うん、人の話を聞かない、人を褒めない、というコミュニケーション三重苦。なんかただの迷惑な人ですねおっしゃる通りですね、大迷惑ですよ ね。ちょっとなんか飲み会とか呼びたくないタイプですよね。なんかもう5人ぐらいの職場だったら早く辞めねえかなみたいな、そういう感じですね。そうそうそう、いやもう本当ねそういう存在だったと思いますね。あら、そうだったんですか。はい、まあ、そんな人間だったんでやっぱりみんなとなんていうのかな、親しくなりづらいというか、まあ、仲のいい友達とかいたんですけど、どうもこう軽く扱われたり尊敬尊重されない、なんかこう人生うまくいかないっていうのがあって、うん、私27歳の時に対人恐怖症になったことあるんですよ。対人恐怖症？はい。本当ですか？もう私こうよどうよみたいな人がそんななってしまったんですか？そうなんですよ。そのおっしゃる通りで、私こうよどうよっていうやつだから嫌われるわけですよね、要はね。それ分かんなかったんですよ全然。
で、まあ、そこはなんとか、まあ、克服はしたんですけど、うん、でも克服はしつつもそもそもの原因がよく分かってなかったんですね、うん、あ、そうなんですね。そうなんですよ。で、私がなんで35歳の時に変わったかと申しますと、うん、コーチングってありますよね。お、コーチング、コーチング来ましたね。出会っちゃったんですね、コーチングに。コーチングって、いや私会社辞めてこういう仕事したいんですよねとか、はい、こういう生き方したいんですよっていう、はい、その方の夢とか、はい、憧れとか、はい、目標の話を聞けるじゃないですか。楽しいんですよね。なるほどね、うん、明るい方向に向いてこう引っ張っていくっていう、そういったサービスなので、これは私に合ってるんじゃないかなと思ったわけです。へー、そっからなんかもうあれですか、もう褒めに目覚めたっていう感じなんですか。実はですね、うん、コーチングって、はい、人に関心ないとできないじゃないですか。まあそうですよ ね、そもそもね、人相手ですもんね。そうなんですよね、うんうん、それまで人に関心なくても自分が自分があって、うんうん、自分ばかりに関心になった私がですね、うん、人に関心を持ち、うん、人の話を聞くようになったわけですよ。すると何が起きたと思います？何ですか、何ですか。3人の男性から立て続けに告白されるっていうね。え、大事件が。何ですか、そのモテ期の到来は一体何なんですか。35にしてモテ期到来、私ひょっとしてもうすぐ死ぬんじゃないみたいな。神様のご褒美じゃない。超プレジクポッドキャスト、笑うビジネスマン。でもあれですよね、こう褒めるってそんな難しいですか、うん、簡単でもないんですか。あの、うん、難しいとしたら、うん、どの辺が難しかったりするんですかね。やっぱり難しいと思ってる人は人観察してないじゃないかなと思います。あ、観察してない、うん、あ、関心ない人みたいな感じですね。そうですね。いや、何褒めたらいいのって思ってる人は、うん、自分の中で褒めるとどうすればいいんだと思ってるだけで、人に目を向けてないんですよ。はあ、そうなんですね。他にですね、こう褒めるにあたって、はい、絶対必要なことって何ですかね、うん、はい、観察と同じく大事なのが聞くっていうことです、話を聞く、はい、ああ、なんで大事かって言いますと、うん、その人が大事にしてる、うん、まあ、こだわりとか、うん、その人の生き様とか、うん、言ってもらって嬉しいことは何かっていうことが分かるわけですよ、うん、ほー、そうなんですね、うん、じゃあこう谷口さんがお考えになるところの、はい、最高の褒め方ですね、はい、まあ、なんて言うかっていうのもそうですけど、うん、その褒めたことによって、はい、相手なり周りなりがどうなるかっていうところでですね、まあ、その目的によると思うんですよね、うん、はいはい、やっぱり褒めるっていうのは自然に、まあ、あの相手の方素晴らしいなと思って出てきたっていうこともあると思うんですが、うんうんうん、目的を持って皆さんあの褒めてらっしゃると思うんですね。あ、例えば上司部下の関係だと、はい、部下のモチベーションを上げたいと、はい、ということだと、その部下が持っている能力とか素晴らしいところっていうのを見つけて褒めてあげることで、はい、部下がわ、そんなところを見ててくれたんだ、よし俺もやれるかもしれないって、うん、やる気になってくれると最高ですよね、その上司にとっては。そうですよね。子供と親の関係だと、うん、子供なかなか勉強しない、うん、どうしよう、うん、ね、そこで勉強してくれる、うん、それが目的だと、うん、っていうことだと、うん、お子さんの、うん、いいところとか強みをうまく褒めることで、うん、勉強するようになるっていうのが最高の着地点ですよ。そうですね、ね、うん、だから目的によって異なってきますよね、うん、なるほど、うん、まあ、やっぱ褒める、まあ、ただなんか褒めときゃいいやっていうんじゃなくて、目的がやっぱり結構大事ですかね、うん、そうですよね、うん、まあ、基本はそして相手との距離を縮めるとか、うん、はい、自分に対して信頼してもらうって、うん、いうところで好意を持ってもらうっていうことが人間関係の基本なので、うん、まあ、そのために何ができるかっていうところの方法論の一つが褒めなんじゃないかなと思ってます。なるほど、うん、もう超強力な、はい、コミュニケーションツールと。そうですよ ね、はい、まあ、著書とかも拝見して、はい、かなりこう褒めようがない人とかも褒めれるもんだなと思いましたけど、はい、ちなみに私のことなんか褒めれるもんですか。いや、もうそのシニカルな視点が最高に面白いです。もう本当にもう、なので23日はですね、もう西澤さんのお話を伺えるのがもう楽しみで仕方がなくて、なんて言うんですかね、そうそう、すっげえ来てる。普通にストレートな褒め方とかされないですよね、うん、みんなが内心思っててもでも口に出さないことを代弁してくださるところがあるので、それがそう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 だよねみたいな、あー、
すごい共感できますよね。うわ、観察してるわ、これは。綺麗事をおっしゃらないところが好きです。ああ、もうどうしよう、なんかもう結婚してください。ありがとうございます。それ最高の褒め言葉ですね。はい、超ブレイク塾ポッドキャスト、笑うビジネスマン。そういうことでですね、はい、4月の23日ですけれどもね、はい、火曜日でございますけれども、はい、門外不出の褒め技、はい、3つの奥義セミナー、はい、プラス全日本褒め俳句コンテスト受賞者最終選考会の発表会ね、はい、しかも特別ゲストのトーク付きというね、まあ、はい、てんこ盛りなねイベントを谷口さん主催されてますけれどもね、はい、具体的に何やるんですか。なんと特別ゲスト西澤和弘さんのとね、私谷口の、トークショー。今日語り尽くしちゃってんだけどね、はい、何をおっしゃいましたら。はい、そしてですね、はい、スマイルボイスカウンセラーというね、うん、肩書きで活動されてる、人気講演家でもいらっしゃる倉島真帆さん、あ、国際イメージコンサルタントの沢口珠子さん、この間本出した方ですね。そうですね、はあ、はい、そうですか、婚活されたい方を対象にイメージコンサルをされている方なんですけどね、はい、おお、これはまた最強ですね、はい、最強でしょう、ね、婚活のイメージコンサルタントとね、はい、もう褒めて結婚してください言われまくってる人の、うん、ね、しかも虹色の声で喋っちゃう人もいてね、はい、何ですかこの無双っぷりは一体。ですよね。なので、ね、外見から、うん、まあ、褒められる人になるっていう、ね、エッセンスも入ってますし、あるいは話し方、はい、うん、あの声の出し方から愛される人になる、はい、あるいはどんな声でどんな風に接すると相手に好感を持ってもらえるのか、うん、っていったところもね、多分お話をしていただけるのではないかなと思っております。やっぱりこれ参加したくなってきた、これですよね。あ、これ審査やってる場合じゃないですよ。私も参加したくなってきましたよ。でちなみにあの私がこう審査員になったのを、はいはい、あのね、選んでいただいて、はい、これ なんでなんですか。あ、やっぱりそうですね、普通に褒めたんじゃ面白くないんで、その西田さん独特のそのシニカルな視点とかちょっと斜めから見てる部分とかですね、あのそこは非常に面白いので、私とまたこう違った視点からコンテストにエントリーされた方の句をですね、評論していただけるのではないかなと。はい、王道じゃない部分、にこう光を当てていただけるんじゃないかなという期待を込めて。そうだったんですか。はい、そうですね。うわ、ハードル高いですね。これはまあハードル乗り越えないでくぐろうかと思いますけどもね。あとは個人的に西澤さん面白いから、あのご一緒してみたいという私の勝手な。これ超えすぎますね。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。でこちらのイベントの詳細ですけれども、4月23日の火曜日夜19時から21時。会場は西新宿で、もう駅のそばですね、はい、でも参加費の方なんですけれども、褒め方のね、褒め技の3つの奥義が聞けるという谷口さんのセミナー、はい、それからねゲストのトーク、それと褒め俳句のね優勝者の発表会ね、こういったね、盛りだくさんの内容で、はい、さらには谷口さんと高級ホテルでランチができるかもしれない、褒め俳句一句投稿できるよというね、そんな特典もつきましてのなんと何度の3000円でございます、はい、ね、こちらのお申し込みですね、超ブレイク塾のホームページからも、飛べますし、あと谷口さんのページから行けましたね、ブログから行けますね、はい、はい、じゃあ、谷口よしことがですね、はい、褒め方の伝道師、これでね、あの検索していただいて、そこからエントリーしていただければと思います。はい、最後にですね、はい、この盛りだくさんのイベント、はい、参加しようかな、どうしようかなと、はい、ね、迷っている優柔不断な方にですね、はい、ちょっとこれも参加しないとまずいというような、はい、バシッとちょっと褒めちゃってください。はい、迷いますよね、やっぱりね、自分の貴重な時間とお金どこにどんなふうに投資を、迷ってらっしゃるあなたは素晴らしいです、うん、このセミナーは門外不出の褒め技です。お、これまでどこでもお話ししたことのない褒め技をお話します、うんうん、今後お話しすることはおそらくないでしょう。さあ、あなたは参加しますか、それともこの素晴らしい機会を諦めますか。これは行くしかないですね。もうね、褒めるとね、こんだけ人生変わるとね、こちら4月23日西新宿でお待ちしております。ということで、超ブレイク塾のポッドキャスト笑うビジネスマン、今回はなんと褒め方の伝道師
谷口佳子さんをお迎えして、ビジネスや人間関係で役立つ褒めるという裏技をご紹介いたしました。谷口さん、今日はどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、次回も成功するための地道だけれども鉄板の裏道ルートをご紹介いたします。お相手は超ブレイク塾主催西澤和弘でした。また次回ごきげんよう。